さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 今日もオリンピックの話題行ってみたいんですけども、マスゴミがルッキズム批判を封印しましたと。なんかおかしいと思いません絶世の美女アスリートとかね、うわー、麗だとかね、そういう,もう言葉を並べ立てていますけども、おかしいでしょう、マスゴミさん。2枚自体ですよねえ。そしてこちらもね、五輪ネタなんですけども、ついに公園で寝るような選手も現れましたと。まあ、パリ五輪、さらに不満噴出でございます。行ってみましょう。まずこちら、イギリスのね、えー、っとね、棒高跳びかな、の選手なんですけども、皆さんどう思いますこの女性見て。 まあ、私はね、うん、なんて言うんでしょう、朗らかな感じの健康的なイギリスの若い女性かなとは見えますけども、絶世の美女って、うん、まあまあ、これ、主観がありますからね、こんなこと言っちゃだめなんですけども、なんかおかしいと思いませんか、では記事いってみましょう、ザ・ダイジェストなんですが。 パリ五輪後に19億円獲得かと、イギリスが誇る絶世美女、金メダル候補のモデル兼陸上選手を母国史特集と、彼女の市場価値は誰の目にも見ても明らかだということでね。まあ実際にモデルもやってるということなんですがね、これはまああの、陸上でね、有名だった。 っていうこともあるからモデルをやってると思うんですがさあ次のこれ見てくださいね結局こういうことなんですよね、えー、パリゴリンゴに云々と書いてありまして上の見出しにはイギリスが誇る絶世の美女になってますねところが下の四角見てくださいイギリスが誇る陸上女子選手になってるんですよなぜか絶世の美女という言葉はこの表題だけに使って内部では使ってませんよねこの、えー、ザ・ダイジェストかなこの記事なんですけども でまあ、別にいいですよ。あの何を書こうが構わないんですけども、あまりにもこういう表現多くありませんかということなんです。特に今回の五輪に関しましては、もうあちらこちらですべてのマスコミがこういう表現を、ね、使っているんですよ。おかしいですよね。ルッキズムということで、こういうのは散々批判があったんですけども、結局みんなで赤信号を渡れば怖くないということで、平気でこれやりだしてるんですね。さあ、他の事例も見てみましょう。こちら。はい、やっぱり ダイジェストなんですけども美しすぎるやろう96年ぶりメダル獲得の裏側でイタリア体操女子選手との、まあ、きらびやかなレオターズ姿が話題といろいろ書いてありますけどもこれもねまあみんな化粧はしてますけどもまあ、普通にこの,の欧米の女子選手ってことなんですけどもなぜかここで美しすぎるやろうとこれってこの表現見ると思い出すでしょ美人すぎるシ議、えー、とかね美しすぎる青森市議でしたっけあの彼女が発端なんですけども結局あれを引っ張ってきてこういう表現 を延々とまだ使ってるってことになるんですねでさらにはこれ今度は j キャストニュースなんですけどもめちゃくちゃ美人出ましたねめちゃくちゃ美人やっぱり綺麗ねバトミントンの志田選手とまあ試合中から x で話題ということなんですけどもこれは実際に x で話題になってこういう言葉うわーっと出ていますまあまあまあね、えー、この写真なんか見るとわかりますけどもまあ日本人から見るとあ可愛いね というふうに、まあ、おそらく大方の方が、ねえー、きっと思うと思いますよ。で、それはいいんですよ。で、X 上で、わっ、かわいいなとか、綺麗だなっていうのは、まあまあ、それは全然構わないんですけども、これをね、結局、マスコミが持ってくるっていうのがおかしいと。 結局そうでしょう。あの、どうなっちゃったんでしょうね、このマスコミというのはね、まあ、本当に汚いとしか言いようがないんですけども、もう何年前でしたっけ、忘れましたが、あ、でもね、そんな昔はないですよ。まだ3年、うん、4年ぐらい前かな、そのぐらいのはずなんですが、まあ、ルッキズムというのが、ぶわーっとフェミニズムとか、左派界隈から出てきまして、そしてマスコミに対しましてね、こういう表現使うなと、美しすぎるとかね、えー、とにかく女性を見た目で言うなと、こんなこと、わーっと出ました。で、言ったんですよ。 一旦、これはマスコミから消したんです。消えたんですよ。こういう言葉遣いっていの覚えてます私ずっと見てて覚えてますけども、こういう言葉遣い、なくなりました。なくなってね、なくなった後にどっかのマスコミがちょっとこんなね、言葉使ったんですよ。美人姉妹みたいな言葉を使いましたら、早速抗議文がこれ送られまして、このマスコミというのはスポーツ紙だったかな。これはすぐに撤回しました。 謝罪したんですよ。こういう言葉、ふさわしくないと。ところが、どうですかそれがピークです。もう今はそんな垣根といいますか、そういうね、障壁一切なくなりまして、やたらめったら美人だ、綺麗だとかね、そういう表現のオンパレードになってます。いや、いいんですよ。別にね、ああ、美人ですね、なんとかですねって言って構わないんですけども、その一方で、ルッキズムをかざして、こういうことは良くないと、平等の精神に反するってことをやってるわけでしょう。 私が言いたいのはそこなんですよ。なんでそこでそういうダブスターをやるんだと。二枚自体をね、繰り出すんだと。結局そこです。これがマスコミの汚いところ。で、さっきも言ったでしょ。あの赤信号ですよ。 赤信号をみんなで渡れば怖くないという、結局これね、もう誰も言わねえしと。で、他のマスコミ、読売もやってると、デイリーもやってんなと。だったらうちもやっても構わねえと。で、誰も言いませんよね。で、この誰もというのはフェミニズム界隈なんですよ。例えばね、はい、上野千鶴子先生。あの人もどうですか昔は言ってましたけども、最近ね、あの人が本物であれば、本物のフェミであればですよ。今回のこういう報道を見て非常に気に食わないと。こんなこと許せるかということで、噛みついてもいいんですけども、私 私がチェックしている範囲では言ってる素振りはありません。あとね、いろんな人いますよね。うんあのいわゆる左派の活動家ですよね。なんで出てこないんでしょうか。 おかしいですよね。こういう言葉大嫌いなはずなんでしょう。で、やたらと平等だ、ジェンダーだということでこう、そういう言葉を振りかざしているんですけども、これに関しましては、なかったことにしてるというのは現状でしょ。おかしいでしょう。いつまでこんなことやってんだって私は言いたいです。まあ、この傾向というのは、さっきの,あの東京オリンピック、あれと同じですよね。このマスコミの対応策というのが、結局あれだけ反対、反対ってやって、ここで東京オリンピックやったら大変なことになると。あの、左派の皆さん言ってましたね。 日本中が壊滅するとこままで言ってましたよここでもし人なんか入れたらね観客なんか入れたら大変なことになってしまうと世界各国から人がやってくる、うん、そして観客を入れなくても日本が終わってしまうとこんなことを許していいのかって言ってましたそんなバカなことあるわけないでしょあの状況でと私も思っていましたけども結局ね、えー、マスコミもそれに加担していましたところがオリンピック東京オリンピックが始まりましたらメダルいくつ取ったやったぜとか言って感動のストーリーってやってくるわけなんですでもうねあきれ果てて みんんなな見てるわけででしょだなんなんだこれれはとでマスコミ、ね、まだそれでもね黄兵な態度続けてるんですよもうこういう批判といいますかこううのがわっと湧き上がってくるんだけどもまあそうは言ってもねまあ一部の連中が言ってるだけだから知らんぷりしとけばいいだろうと全然分かってませんねこのマスコミの連中まあ必ずこれは潰れていきますのでまあこういう人たちみんなチェックしてねまあ嘲笑ってうんってどん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 おかしなことがあったら、まあ、私もこうやって動画で上げてますけどもおかしいだろう君たちということで指摘していくしかない。 ないいと思いますけどもね、はいえー、どん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 こう影響力が下がっていることに気づかない愚かなマスコミさんのお話でございました。ってことで、まあ、やっぱりね今ん、オリンピックの話題といいますか、普段こんなにオリンピックだとね競技の内容しかないんですけども、も競技外で話題がもう爆発しております。沸騰しているのが今回のパリオリンピックということで、さあ今回はあ次、ですねこの右側になりますけど、まあこのベッドの話もありました。ってことで、まずここからいってみましょう。ここから,から採用しますが 間違いなく最悪4度の五輪経験のイタリアの競泳選手が怒りの主張選手村の環境に苦言暑さで2時まで眠れないとこれひどい話ですよねこのパルトニエリという選手ですかね4回出演で出場ですからもう大ベテランの選手なんですがまあまあまあこうね不満をねぶちまけているとでこちら部屋にはエアコンがないから暑さのせいで夜中の2時ぐらいまで寝ることはできないと今の選手は状況は選手村として意味がない五輪二動 飲んでるアスリートこんな風に扱うべきじゃないとなんと2時まで眠れないということで不満をね爆発させてるんですがただね私これでね驚いたんですよ何に一番驚いたかイタリアでしょこれがねどっかのまあちょっと貧しい国と言いますか小さな国であればあ暑いんだけどもエアコンを入れる余裕がないとでわかるんですがイタリアなんですよちょっとびっくりしましたよねイタリアえイタリアだったら入れればいいじゃんと思ったんですけどもおそらくこれはね国のなんて言うんでしょうねえ国民性かもしれません まあつまりね、苦情は出てるんだけども、対応速度が遅いと言いますかね、まあ、イタリア速度と言いますか、なんかそんなようなのがあるような気が私、しますけどもね、だけどこれ、選手たまったもんじゃないですよ、これ、日本だったらね、すんごい早くこれ、対応すると思うんですが、現実にこれを見ますと、イタリアの選手のこのね、選手村には役が入ってないってこと、これはね、パフォーマンス落ちますよ、なおもうこれね、検証する必要がね、終わった後と検証する必要があるんですけども、この異常事態、どう思うんでしょうかと。はい 私何回でも言いますけども日本の左派の皆さんがねこのパリ五輪を絶賛しておりますよね運営につきましてね日本の東京とは運命の差だ天と地の差があると言ってますけどもどの口が言うんだと、はい、都合の悪いことは見えないといういつもの特技を発揮中ということでございますけどもさあところでねちょっと一時情報を皆さんにお知らせしたいんですが私のね知り合いの知り合いの息子さんが 出てるんですよ選手で、ある競技でね、実は出てるんです。だからね、選手村の話聞いてるんです。あそっか、だからこれ、一時情報じゃないですね。ごめんなさい。えー、また聞きじゃなくて、また、また聞きかな。まあ、でも、まあまあいいじゃないですかね。これあの、知人から聞いてますんで、これ、確かだと思うんですけども。で、実際ね、あのやっぱりこう、選手間同士というのは、これ、海外の選手とも、これ、ほら、交流があるでしょ。で、実際聞いたんですって。で、聞いたところ、イタリアもそうなんですけども、あのね、ヨーロッパの、えっ、ー、と、アイルランドが スランドかその辺ちょっとね若干怪しくなっちゃったんですけどもいわゆるヨーロッパの。 ままあ、まああの欧米先進諸国ですよ、そういう国もエアコン入ってないんですって、でね、えー、まあアイスランドって言いましたけど、確かアイスランドで間違いないと思うんですが、このアイスランドの選手というのは、ほら、普段涼しいとろに住んでるでしょ、だから暑いという情報があっても、まあ、そうは言っても、暑いと言っても、窓開けりゃええだろうとかね、あとはフランスも地下水を利用したようなね、ねこういうエアコンシステムを取ってるんで、大丈夫だろうという、どうもそういうね、うーん、油断があったらしいんです。これ日本だ だったら違うでしょ夏の暑さエアコンなかったらいられるかってことは分かってますから入れるんですけどもどうもね気を抜いていたヨーロッパ諸国があるらしいんですよで本来だったらこういうエアコン入れられるんですけどもそういうところに選手に聞いたらやっぱり寝られないんですってもうやっ てらんないいととと不満爆発だということを言っておりましたさあ、お次はね、これはロンスポさんですかね。うん。少しは食事を美味しくできないとか、ここじゃパホは上がらないと当たり前ですよね。そしてね、部屋の暑さに耐えきれず、公園で昼寝する選手もと、えー、そんなことが載っておりました。さあ、こちらね、同士によると、チェッコンはと。 このチェッコン、やっぱりイタリアの選手なんですね。競泳代表、トマス・チェッコンさんと、え男子100メートル背泳ぎの金メダリストですよ。部屋にはエアコンがなくて、暑くて食事もまずいと、夜も昼もよく眠れないと、普段は昼寝をしているんだけども、ここでは暑さと騒音にも困っていると、文句タラタラだったというチェッコンは、たまらず部屋を飛び出して、公園内で昼寝したと、それをたまたまボートのサウジアラビアのボート代表選手が見かけて撮影し、インスタグラムのストーリーにアップした ととというここででそれでバーっとこの話題がね広まったらしいんですよたまんないですよね、100m の金メダリストですよ、それがアコンえ部屋にねエアコンがなくて暑いと、しかもイタリア人ですからね、まあ、飯はうまいですよ、イタリアってのは食事もまずい、昼も夜もねよく眠れないとたまんないですわねで、イタリアとかスペインの選手というのは、普段昼寝するんでしょそれができないんですよ、しかもうるさいってきてるもんですから、それは文句が出て当然。 うるさい上にこんなベッドじゃやってらんないって話なんですよね。あそして食事の件なんですけどもフランスが美味しいって言われてますよね。まあまあ確かにね、うん、飯はうまいかもしれませんけどもあれね誤解している人がいるんですがフランスでいわゆるね飯がうまいというのは本当にねちゃんとフォークとナイフが横に並んでいてきっちり座って1回食事したらね7,000円8,000円みたいなところってうのはうまいんですけどもその中間がないんですよね、うん。だからそういうとこやめちゃうとファーストフードっていうのは極端になくなってしまうという現象もあって。 で確かに高いもの出せば美味しいんですけども、日本みたいにね、安くてもうまいっていうのは、フランスはね、基本的にはないと思います。で、ヨーロッパで、これ、ね、美食の国って言いますと、実はベルギーなんですよ。ベルギー、ほら、ブリュッセルってあるでしょで、中心部にね、えー、世界一美しい広場っていうね、えー、そういうものがあるんですけども、そこからね、ちょっと行きますとね、あ、これグランプラスっていうんだ。でそこからちょっとねあの、北の方に上がって、キュッと曲がりますと、イロサクレ地区といいますね、美食街がありまして、あの客引きに引っか,かかっちゃダメですよ。客引きとかダメね。 でもね、プッとね、客引き分けないところに入りますとうまいんですよ。確かにうまい、ね。チョコレートもベルギー有名でしょはい、そういう形になってましてフランスだからというね、昨日も私動画で言いましたけどもなんかね、フランスというとオフランスと全てが素晴らしい食事は最高フランス料理だもんねってあれはね、幻想ですからねはい、フランス旅行行かれる方ちょっとね、覚えておいた方がいいかと思いますね。はい、じゃあ今日はこんなところにしときましょう。 今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは